さあ、でっかい川がありやな、ここは。今週は筋肉痛やばい。黒猫の夜勤聞いとるな。だいぶ黒猫の夜勤聞いとる。さあ、お、適当に今日過ごして、あと2回来たら終わりかな。次マジでどこ行く？ドライバーの仕事ほんまにしたいねんけどな。もう黒猫山とやらしてくるよね。週3だけ、週3だけでいい。毎日はいらない。週3だけ黒猫やって残りの日を警備やって。もう錬金の日々をもう何ヶ月続けてる。自分でも分からんねんけど、錬金の日々って今な何ヶ月で、この間二十何錬金があったってことはもう2ヶ月ぐらいほぼ休んでないってことでしょ。少なくとも2ヶ月ぐらいは働き詰めってことでしょ。今何月？9月？7月？あ、7月からか。7月って結構働かなかった。あ、雨で仕事が結構飛んだんやな、あの時な。クソがよ、アップルマップのクソがよ。まあアップルマップがクソというよりもアップルマップの下請けがクソやねん。あの会社は見ると聞きやばいな。こちらから願い下げやわ。カスドもしかいない。いや、どこ行っても数しかいないよね、マジで。ババアがおる時点であかんよね。アマゾン頑張らない。あ、アマゾンの結果言おうか。まあ、まず間違いなく登録というか、まあ、派遣やから落ちる落ちひんはないねんけど、あの一番きつい部署なんだけど、あそこバカだな、あの派遣会社。ピッキングかと思ったらピッキングじゃないんだって。ダメだわ、一番きついこれ。それで時給1300円ってやってらんねん。買おうか。黒猫行ってくのと変わるんだ。だったら黒猫行くわ。買おうか。いや、アフターのほとんどないんで。ゼロじゃないからね。仕分けや。一番最後に仕分けのとこや。最悪や。ピッキングして梱包された荷物が出てきたやつをエリアごとに言い分けんねん。それこの間黒猫でやったやつやないか。あおか。死にはマジ。はあ。来店ポイントだけ貯めてくるわ。来店ポイントだけ貯めてくるわ。来店ポイントだけ貯めるわ。来店ポイントだけ。あっつ。データが見れるのマジですげえな。 LINE で見れるようになったもん。すげえな。って 今さらもう誰も売ってへん。朝一台まだあるやん。すげえな。